武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我悪鬼羅刹となりて目の前の敵すべてを斬る。侍ショーダウン。ストーリー。ダーリーダガー。はいよ、任せな。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。日の本から遥か遠く離れた島で船工房を営むダーリーであったが、とある夜何者かの手によって建造中の船が無残にも破壊されてしまう。事件の夜、仮面をかぶった奇妙な大男が彼女の工房にいたという話、そして外国行きの船に見慣れぬ大男がいたことを聞いたダーリーは、その男にけじめをつけさせるため大海原へと旅立つのであった。ミネルヴァの間。貴様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。ダーリーダガー VS シャルロット、いざ尋常に一本目勝負。そこリアクション、行くぜよ。勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。二本目勝負。だがよっしゃ飲むか。相手見て喧嘩売れってんだ。外流島羊の国。お前さんが相手かい。泣きを見ても知らねえぜ。
ダーリーダガーバーサス覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。キャッチエンドディディッド。それそんなにもがいたところで勝てねえもんは勝てねえよ。熊の鼓動。ここで滅するも待たなさけ。いざ参る。ダーリーダガーバーサス服部半蔵、いざ尋常に一本目勝負。キャッチキャッチエンドディディッド。おれぶねえな。ぬっほおれそれふんおれ逃げんなよ。受けろ。これどれ。やっ。これやっ。出やれ。悪人。悪人。勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。二本目勝負。どれ。キャッチエンドディディッド。それバクローリー。ぶねえな。おーやっ。怒り頂点なり。これパーうん。ヘッドベラン。ぶねえな。ヘッドベーそーら甘いぞ。それおーわー勝者ダーリーダガー。あたしこう見えても強いんでね。
戦いに理由なんていらないさ。少なくとも喧嘩にはね。洛中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。ダーリーダガーバーサスクラマヤシャマル、いざ尋常に一本目勝負。キャッチラッシュ。勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。二本目勝負。やっほー。やっほー。俺俺だ。ぶねーな。そら決まりだ。そら。ありがとう。勝者ダーリーダガー。よっしゃ飲むか。相手見て喧嘩売れってんだ。味方ヶ原。さっさと抜け。貴様を殺す。ダーリーダガーバーサス騎馬神源十郎、いざ尋常に一本目勝負。キャッチ。キャッチエンドディリース。だがそのまま寝てな。二本目勝負。よし、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 逃げんなよ。
さまごとけに勝者ダーリーダガー。よっしゃ飲むか。私を殺すって言うならもっと本気で来な。なめんなよチンピラ。うずき。メガネ、私のメガネ。ここから先は私の領分、どうぞお引き取りくださいませ。ダーリーダガー VS ウーレイシャン、いざ尋常に一本目勝負。キャッチエンドシリーズ。よし、ねえな、逃げんなよ。気がしろ。よし、おれよっ、おれ、勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。二本目勝負。ねえな、吹っ飛べ。そら、決まりだ。ぶねえな、ほら。やっほー、やっ、やぶねえな、わかったわ。ちがれ、そら、ほっ。勝者、ウーレイシャン。この並び、三匹木星。最終戦勝負。それ、いい波だったぜ。えいっ、やー、ぶねえな、それ。だが、よっしゃ飲むか。占ってダメなら諦めるかな。少なくとも私は諦めないけどね。で、あんたはどうだい。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。外流島、牛の国。飛んで火にいる間抜け野郎、この世のお宝は俺様のもんだ。ダーリーダガーバーサスアースクエイク、いざ尋常に一本目勝負。それ、それ。めちゃこにしてやるれ。
リーダガー。そのまま寝てな。2本目勝負。逃げんなよ。逃げろ。キャッチエフゲーキャッチエフゲーシリーズ。やっほー。ぶねえな。ぐらそぶれ。ぐらそぶれ。エフゲーめちゃこにしてやるぜ。最終戦勝負。よっ。ぶねえな。そこで。ぶねえな。キャッチ。よっ。そこで。いや。おそこで。キャッチ。よっ。どれどれ。勝者ダーリーダガー。あたしこう見えても強いんでね。相手見て喧嘩売れってんだ。グリーンヘル。やっと見つけたぜ、仮面の大男。何が目的かは知らねえが、あたしらの船を壊したのが運の尽きだ。落とし前つけさせてもらうぜ。船、違う、俺、そんなことしてない。お前、信じてくれないのか。それなら戦うのみ。ダーリーダガーバーサスタムタム。いざ尋常に一本目勝負。パグナパグナ。ぶねえな。そりゃキャッチエンドシリーズ。勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。二本目勝負。パグナパグナ。そう、嘘だろ。パグナパグナ。ぶねえな。ほーら寝てな。ムラムラ。勝者タムタム。最終戦勝負。やパグナ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 。ぶねえな。
ぶねえな。行くぜ。飛べ。ぶねえな。勝負あり。勝者ダーリーダガー。よっしゃ飲むか。さーて、落とし前よ。って、うわ、なんだ、仮面が勝手に。おい、どこ行くんだよ。待ちやがれ。なくなればいい。静か千年桜。苦しい。価値のない滅びよ、何もかも。ずいぶん好き勝手言ってくれるじゃねえか。滅ぼすってんなら黙って見てるわけにはいかねえ。殺してでもあんたを止めてやる。ダーリーダガー VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。許せない。この世がそなたか。憎い。俺。
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。戦いを終えたダーリーが最初に目にしたのは、一面を覆うかのように咲き乱れる淡い色をした美しい花の海であった。暖かい春の風の中で彼女は晴れやかに笑う。船を壊した犯人こそ見つからなかったものの、より価値のある光景を目にすることができた。ダーリーは
仲間たちが待つ故郷へと足を向ける。工房では妹分たちがダーリーの帰りを待っていた。もう一度作り上げられた船の傍らで彼女らを一人ずつ抱きしめた後、ダーリーはいつものように工具を担ぎ上げる。一度ノコギリの音が鳴るとたちまち工房には日常が舞い戻った。今までの遅れを取り戻すべく彼女たちは昼夜奮闘するのであった。ダーリーが戻って数ヶ月、ついに進水式の日が訪れた。島中の住人が集まる中、彼女は仮面の大男の姿に気づく。刹那、彼女たちの胸にあの日の怒りが湧き上がった。屈強な乙女たちの手によって男はたちまち捕らえられる。後にこの出来事を語った者曰く、ダーリーのけじめは三日三晩続き、男の悲鳴はいつまでも島中に響いていたという。I won't tell.
海賊？よく間違われるんだよな。私は何でも作れる船大工さ。どうだ、かっこいいだろ。サムライショーダウン。